さんこんにちは。はい、こちらはですね中島公園です。後ろには豊平館が見えています。街中突然風呂敷講座、こちら、中島公園からお伝えします。今日はですね暑いですので、はい、風呂敷を使った、帽子を伝えたいと思います。こちらからですねピュッと出ましたよ。風呂敷は大判の風呂敷です。はい、この風呂敷ね約100センチぐらいあります。薄手の風呂敷になってます。こちらをですね三角に折ります。今日は暑いですね。日差しが結構強いので、はい、三角に折りましたら頭にかぶります。後ろ交差させます。はい、交差させたら前の方で、はい、真結びです。よっ、あれちょっと失敗したかな。よいしょ。はい、その後こちら後ろ、広げてくださいね。首のところが熱くないで、ないです。はい、簡単な風呂敷帽子ができました。皆さんやってみてね。それじゃあね、バイバイ。はい、終わりです。終了。はい、